39番街駅はニューヨーク市地下鉄 BMT アストリア線の駅でクイーンズクロングアイランドシティの39番街マイナス31丁目にある終日 N 系統が停車し平日には W 系統も停車する39番街駅はアストリア線の他の駅と同じく IRT の路線として1917年2月1日に開業した公開機で当時は BRT との共同運行が行われていた。二面三線の相対式ホームを有する。中央の線路は駅の南側で両側の線路と合流している。この線路は2002年頃までは使用されていたが、現在は営業運転では使用されていない。プラットホームにはガラス張りの風防が設けられ、両端を除く全体には屋根がかけられている。駅名標は、 ニューヨーク市地下鉄で標準的な黒字に白のレタリングを施したものであり、39AV、タッチキルズと書かれている。39番街駅は2015年から2019年にかけてのまたの投資計画で全面回収の対象となる30駅の一つに挙げられており、2018年7月2日から翌2019年1月28日まで回収工事を行った。 この改修により Wi-Fi や携帯電話の充電ステーションが導入され、再ージや駅舎照明の改善が図られた。この工事は2017年4月14日に締結された契約の下でスカンスカッシャによって行われた。ホーム及び線路の下に駅舎が設けられている。各ホームから2本の階段で降りると新聞スタンドと改札機が設けられたホーム間。 連絡通路に降りることができる。改札を出ると、トークンブースがあり、その先に39番街マイナス31、長目交差点の北西角及び南東角に降りる階段がある。ホームの階段の基部には、通りに出る階段に直接出られる非常口が設けられている。ありがとうございます。